DJ パピーの2017年プロ野球大予想コーナーてなわけでですね、こんばんは。今日はですね、トーク一本にしますね。あ、そういえばパルがね、昔トークだけの回をやってくれって言ってたんですけど、ついに実現しそうな今回ですね。はい、この曲ですね、ドン・キホーテのテーマなんですけど、チョモさんがね、歌ってて流してて BGM でね、すごいいいなと思って、使わせていただきますね。てなわけで時間がないんでどんどん行きたいと思います。明日からプロ野球開幕なんですけどもね、 DJ パピーというのは野球好きということで、予想結構当たりますよ。今年も当てちゃいますよ。最下位からいきますね。セリーグ最下位はヤクルトスワローズ。ダメですね。バレンティンが、まあ、メジャー目指してるということですけども、山田が1番で固定できればちょっと分かんないですけどね。ピッチャーがね、ちょっと、まだまだかなって気もしますね。第5位 DeNA ベイスターズ。我がベイスターズ5位に予想してしまいました。なんでかというと、まあ、去年が良すぎたんですよこれ。去年良すぎて今年はちょっとね、まあ、悪い時のベイスターズが出ちゃうかなってちょっと思っちゃうんですよね。戦力アップはしてないんですよぶっちゃけ。でね、筒香もいいんですけど、周りが打つ選手がちょっとね、去年良すぎて今年はちょっとダメな年かなってちょっと思うんでね、戦力はあるんですけどね、優勝候補にする解説者もいっぱいいるんですけど、ちょっとねダメかなと思いますね。第4位貯めるね阪神タイガース。タイガースね、ベイスターズといい勝負するかなって思うんですよね。下の方でちょっと分かんないですけどね、まだ若手がねちょっとね、まだまだかなって気もしないでもないんで、この辺ですね。第3位 A クラスいきます。第3位は中日ドラゴンズ。ドラゴンズ3位です。今年はねいいと思いますよ。なんでかっていうと、監督が変わってちょっとね違いますね。今年は打線はいいと思います。ただ投手陣先発がどうか、駒がいないなっていう気もするんで、下手すら阪神と入れ替えかなみたいなねとこあると思います。次第2位どっちかですね広島カープ。カープ強いんですけど2位にしちゃいました。優勝するかなって思うんですけど、連覇かなって思うんですけど、上にいる第1位は読売ジャイアンツ。結局戦力で選んじゃいましたね。開幕前は正直オープン戦最下位なんですよ、12球団で。だけどね、今年はね、まあ、結局ジャイアンツな気がしますね、なんかね。オープン戦って全く関係ないんですよ、順位とかね、戦力って。開幕してからやっぱ強いじゃんっていうことになりそうな気もしないでもない。ちょっと分かりません、全く逆からになっちゃうかもしれないですよね。パリーグはですね、ちょっと時間がないんでこれで終わりたいと思います。パリーグもやってほしいならコメントください。やります。